レクサスの新型 NX が世界初公開されました。次世代のレクサスの幕開けを象徴する第1弾モデルとなっています。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はネズミことイビキンです。ついに出ました。最新の先進安全技術と利便性向上を図りました新型 NX が世界初公開されました。チャンネル登録もよろしくお願いします。カーボンニュートラルや持続可能な開発目標への対応といった社会、そのレクサスの変革の思いを具現化したコンセプトカーが LFD エレクトリファイドです。こちらが新型 NX の夜の顔になります。そしてフロントグリルはこんな感じです。皆さんどうですか？コメントなどで感想をお聞かせください。 NX は2014年7月29日に発売され、今回7年ぶりのフルモデルチェンジとなります。日本での発売は2021年秋頃を予定しています。また情報が入り次第お知らせします。累計で100万台以上も売れている大人気の車となっています。今回のフルモデルチェンジで大きく進化した新型 NX、 レクサスのコンパクトクロスオーバー SUV 新型 NX を見ていきます。まず新型 NX のボディサイズを見ていきます。全長が4660、そして全幅が1865、そして全高が1640となっています。全長でプラス 20mm、 全幅でプラス 20mm、大きくなっています。サイズ的にはラブ4とハリアーの中間です。そしてホイールベースは 2690mm で 30mm 大きくなっています。今回公開されましたこちらの画像には NX350H と表示されていますので、 2.5 リットル直列4気筒ハイブリッドシステムの車だということがわかります。続いてレクサスの大人気の F スポーツを見ていきましょう。まずレクサスの F スポーツの意味とは、レクサスのスポーツモデルに採用される F の称号はトヨタの所有する国際サーキット富士スピードウェイの頭文字を取ったもので、レース直系の DNA を宿すモデルだけに関することを許されたハイパフォーマンスの証です。日常領域のステージでも走る喜びをしっかりと体感できるのが F スポーツとなっています。ちなみにバージョン L の L はラグジュアリーの L です。それでは F スポーツのエクステリアを見ていきましょう。F スポーツのホイールには20インチ専用アルミホイールが装着されます。そしてフロントバンパー、ロアのスポイラーが装着されます。さらに存在感のあるフロントサイドガーニッシュなどが設定され、とてもかっこよい仕上がりとなっています。そしてリアを見ていきましょう。こちらが F スポーツのリアになりますが、先ほどの NX350H のリアと比較してみますと、リアバンパーにはメッキガーニッシュが設定されています。スタイリッシュなリアビューとなっていて、とてもかっこいいですよね。個人的には F スポーツの外観の方が好みですが、皆さんはどちらがお好きですか？レクサス NX についていろいろコメントいただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録と
通知をオンにすることで最新の動画を見逃しません。そして私ことイビキンは新型 NX を買うのか番組の最後に公開します。それにしても新型の NX とてもかっこいいですよね。そして新型レクサス NX の大きな変更点としてリアのレクサスのロゴマークからレクサスの文字になっているのがわかります。続いて F スポーツのインテリアを見ていきましょう。こちらが F スポーツ専用のフレアレッドの内装色となります。新開発の専用ステアリングホイールに加えフロントシート、アルミペダル、シフトレバーなどを専用設定しています。さらに F スポーツには最新 ABS を標準装備し、操縦安定性、乗り心地を高次元で両立しています。新型 NX のインテリアはレクサスエレクトリファイドのビジョンを具現化したコンセプトカー LF30 エレクトリファイドで発表したレクサスの車作りに根付いている人間中心の思想をさらに進化させた新たなコックピットデザインの考え方、手綱コンセプトに基づきコックピットを設計しました。これは人が馬を操る際に使う手綱に着想を得て、ステアリングスイッチとヘッドアップディスプレイをコードに連携させ、視線移動や煩雑なスイッチ操作をすることなく運転に集中しながらナビゲーションやオーディオ、ドライブモードセレクトなど各種機能の制御が可能な空間を実現しています。さらにタッチトレーサーオペレーションを採用。これはヘッドアップディスプレイとステアリングのタッチセンサースイッチを組み合わせた新たな操作方法です。ステアリングのタッチセンサースイッチに触れると操作ガイドがヘッドアップディスプレイまたはヘッドアップディスプレイオフ時はメーターに表示され、手元を見ることなく視線を前方に置いたまま直感的に操作をすることができます。手綱コンセプトに基づいたコックピットとインテリアデザインについての動画ができそうなので、今後詳しく動画にしていきたいと思います。チャンネル登録と通知オンをよろしくお願いします。そして新型レクサス NX のナビ画面は大型化、高解像度化した14インチワイドタッチディスプレイとなっています。フロントガラスパネルに反射防止コーティングを施し、さらにボンディング技術を採用することで低反射かつ鮮明な画面表示が可能となっています。新型ハリアーのナビ画面が 12.3 インチなので、さらに一回り大きくなっているナビ画面です。さらにスマホ連携 Apple CarPlay、 Android Auto を設定しました。Apple CarPlay のみ OTA ソフトウェアアップデートにて Wi-Fi による無線接続に対応予定です。また嬉しい機能として14インチナビでは DCM を活用したインターネット接続により、ウェブサイト、ニュースやブログ、ストリーミング音楽、 YouTube 動画などを閲覧することができるウェブブラウザー機能を新たに設定しました。これはすごく楽しみな機能ですね。そしてドライブモードスイッチはここにあるので操作性は良さそうですね。そしてこちらはプラグインハイブリッドシステムの充電モードになります。プラグインハイブリッドシステムは高熱効率な 2.5 リットル直四エンジン、大容量、高出力リチウムイオンバッテリー、フロントリアモーターを搭載しています。新型 NX のプラットフォームは GAK プラットフォームを採用改良し、軽量で高剛性なボディと低重心化したパッケージとしました。新型 NX のパワートレインは6種のパワートレインをラインアップしています。レクサス初の PHEVNX450H プラス 2.5 リッター直列4気筒ハイブリッドシステムの 350H、 こちらは新型ハリアで搭載されたハイブリッドシステムと同じエンジンになります。そして注目のエンジンが 2.4 リッター直列4気筒ターボの NX350 になります。そして 2.5 リッター直列4気筒自然吸気の NX250 になります。 PHEV2.4 リッターターボモデルは AWDHEV と 2.5 リッター自然吸気エンジンは AWD または FF のドライブトレインを設定。新型レクサス NX はカウル形状を見直し、板厚を上げるなど GAK プラットフォームを進化。駆動力をしっかり受け止めるためにサスペンションメンバーなどに補強ブレースや補強パネルを追加しています。新開発のサスペンションはフロントはマクファーソンスラット式、リアはトレーリングアーム式ダブルウィッシュボーンを採用。空力性能も空力双腕技術にも徹底的にこだわりました。ドア一正面からガラス面までの段差を最小化したフラッシュベルトモールを採用し、風流れを整流することで操縦安定性向上を図りました。
そして64色の室内イルミネーションを採用、車内全体を彩ります。気持ちの変化を表現した14色の推奨カラーとしてプリセットされています。そして最新の予防安全パッケージ、レクサスセーフティシステムプラス、フロントクロストラフィックアラートやアクティブセアリングアシストなどが衝突回避を支援してくれます。さらにプロアクティブドライビングアシストは歩行者を検知し運転操作をサポートします。また新しい機能の e ラッチシステムはスムーズなドアの操作と滑らかな操作フィーリングを実現しています。それに連動して後ろから車が来ている場合はドアが開かないようにドア開放をキャンセルする機能を世界初採用しました。また高度運転支援技術アドバンストパークで駐車が楽にできるようになりました。ということで今回は世界初公開されたばかりの新型 NX を見てきました。皆さんどうですか？私はとてもかっこいいと思います。そして動画の途中でも言いましたが、イビキンは新型 NX を買うのかどうかについてお答えしていきたいと思います。答えは今検討中でございます。皆さんの評価次第、コメント次第、そしていいねの数がたくさんもらえるともしかしたら購入するかもしれません。そして購入するために良いところはあるのか悪いところはあるのかというところを見ながらまた今後動画を作っていきたいと思います。また新型 NX の発売情報などが入りましたら動画にて投稿していきたいと思います。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録をお願いします。そして通知オンにしてお待ちください。よろしくお願いします。もう一度言います。新型 NX を購入するかどうかは皆様にかかってます。高評価、いいねとコメントなどをたくさんお待ちしております。意見、この動画の感想などもどしどしお待ちしています。よろしくお願いします。そしてこちらが e ラッチ機能になります。ブラインドスポットモニターが点滅中の時は危険を感知してドアを開けることは不可能です。安全であれば開けれます。そしてこちらは新型 NX のリモートパーク、デジタルキーでリモート駐車をしています。ということで今回は世界初公開されたばかりの新型 NX を見てきました。知れば知るほどいい車、レクサス NX でした。皆様の高評価、いいねとコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。